さて本日の玉川公式 YouTube 裏どちゃんこ TV ですが、先ほど8レース佐藤穂乃香選手と池田博美選手に期待した内山真嗣さんが465倍5枚の大ホームラン、ここも満州が出るとみて穴予想となっております。一方横の緑の方は第9レース一般戦です。まず高枠1号艇大石真央です。昨日前半の陰線をものにできず予選21位にとどまりました。今日こそは逃げ切ることができるでしょうか。2号艇福山恵里奈です。4レースは道中全速ターン全速ターンの連発、最後逆転の3着取りでした。3号艇金子七海、3レースの2コース戦は仕掛けの引き波に乗せられてしまいました。4着となっております。そして4号艇が宮崎アンナ、昨日前半3番手を走っていたんですが道中廣中選手にかわされて悔しい4着でした。ここ4角戦。5コース高校艇東京石井博美、5レースはイン先前だったんですけれどもまくり出されて2着となっています。そして大外6コース6号艇清水咲、昨日7レースのスリットオーバーでフライング1本持ちです。枠なり3対3、第9レースの一般戦、人気は1番大石から6番清水へ、123ダッシュ456さあ飛びました。ダッシュ性算定がじんわり覗いています。4角から仕掛けるか、4号手の宮崎、宮崎が仕掛けますが3号手が抵抗する。さあ4号手それでもまくっていった4号手の宮崎、宮崎トップターンです。スタートは前提正常でした。さあ水準差を目指していく4号手、宮崎がトップで5艇身6艇身リード、2番手争い混戦模様です。最内から5号手の石、外に1号手、さらに6号手2号手も迫って最後方3号手となっています。一周2マークは4号手の宮崎アンナから2番手ターンが2号手が突っ込みますが5号手外巻いて貸し、さらに外6号手の清水になっています。先頭4号手宮崎単独です。2番手は5号手6号手並走、アウトコース6号手清水一歩リード、しかし先たっぷりかかっています5号手の石井です。5号艇6号艇東京両者2番手争い、2周の1マーク4号艇の後ろ、5号艇に対して付け前観光6号艇清水ですが5号艇が丁寧に回っていて6号艇ターンが少し流れました。上位体系は4番5番6番で2周バック、その後ろ3号艇の金子4番手、あとは1号艇の大石、最後方2号艇福山です。2周2マーク、先頭は4号艇の宮崎アンナです。続いて2番手が5号艇の石井博美、3番手6号艇清水咲になっています。上位体系は4番5番6番で最終周回へと入っていきました。今シリーズ初日に福山恵里奈選手の水準祭デビュー初勝利がありました。さあこのレースは4号艇宮崎アンナとなるのか、3周1マークしっかりと回っていきます。続いて5号艇の石井博美、3番手6号艇の清水咲、清水が流れた、そこを1号艇さばいてきた、大石がさばいてきました。さあ3番手のところ変わった、1号艇の大石上がってきまして外6号艇清水、3番手争いになっています。ラストコーナーです。デビューから178走目、宮崎アンナいよいよ水準祭見えてまいりました。11年間バスケットボールをやってきました。プロバスケットボールとしても頑張っていましたが、最後水面でもレイアップショットからのナイスインの水準祭で3番手は1号艇か、トップ4番宮崎おめでとうプロ初勝利、5番の石井2着、3着は1番大石でした。その後ろ3番6番2番の順で五輪。以上第9レース一般戦でした。埼玉の128期宮崎アンナ選手、デビューはちょうど1年前2021年5月のボートレース戸田でした。そこから178走目での嬉しいデビュー初勝利は豪快な4角まくりとなりました。ずっとねバスケットボールで頑張ってきました。11年間バスケットボールとしてやってきまして、お姉さんもねプロのバスケットボール選手だったわけですけれども、宮崎アンナ選手は新潟アルビレックス BB ラビッツ、ここで活躍をしておりました。まあ、その後引退してさあどうしようと思っている時にお父様から勧められて、このボートレースの道へと進んでいったということなんですがね、このバスケットボールで鍛えた体幹は強いというところ、ここをね強みにしていたんですが、逆にね体重を減らす部分、食事制限などもして減量にだいぶ苦労したということです。まあそれが実っての今日のプロ初勝利です。これからも一生懸命頑張ります。おめでとうございます。ありがとうございました。